柄なんですけど、みんなの首とか肩の高さが違うので、それでこのプラスアルファでこれで自分の好きな自分の肩とか首の高さを合わせて調整できる枕を買ってみました。さあ今はそのままで寝てみましょう。哇，好舒服，好舒服，我不想起来了，每天都想睡觉，晚安。